今回、オーガナイザーのリーダーとして、活躍してくださった、牧田さん、最後に一言、今回の感想をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、率直な感想から申し上げますと、こんなに人が来ていただけるとは願っていたんですけれども、すごく不安で、こんなに席が埋まって立ち見も出るぐらいで本当にありがたいと思います。まずは来ていただいた方、本当にどうもありがとうございました。あとは視聴、ニコ生とかユーストで視聴していただいた方も結構いらっしゃるみたいで、そちらも本当に感謝申し上げます。で、今回見られなかった、来られなかった方々、ぜひその時間を別の時間に、暇な時とかに録画をまた見てもらえればなと思います。で、この運営に関してはホームページだとかでいろいろ言ったんですけれども、もともと今年の3月に情報処理学会が IPSJ1 という、企画を運営していまして、で、それは19名の講演者を呼んで、今回ももっと短い5分ぐらいでバババッと発表して、いろんな研究紹介をするという企画だったんですけれども、私その時は38度の熱を出して家で寝ててたまたま暇だなと思ってツイッターを見てたら、なんか面白そうなのやってるって言って、見てみたらやっぱり面白かったと。で、こういう、研究発表会というのは、我々研究者は、当たり前のようにしたり、当たり前のようにいろいろ聞いたりしていたので、普通なんですけれども、そういうのをもっと一般の人たちに直接聞いてもらえるような機会をやっぱり作らなきゃいけないんではないかと思いまして、その IPSJ1 のロボット版をやりたいということで今回オーガナイザー、他の方々にもたくさん協力していただきました。で、なかなかそちらの本家とはちょっとやり方とも違いますし、いろいろ至らないところとかもあったかと思うんですけれども、今回はこれだけの講演にいっぱい来ていただいたので、本当に最初のステップとしては、私としては手応えを感じているところです。で、このロボットはすごいというタイトルは、オーガナイザー兼講演者でもある新山さんがいろんなアイデアの中で、これ面白いねというふうに挙げたのが、きっかけで、どこかで聞いたことあるような、このなんとかがすごいというタイトルはどこかで聞いたことがあると思うんですけれども、このロボットがすごいというタイトルで、今回9名講演していただいて、正直にいろいろな感想があると思うんですね。それは、いや、あれは出てこないのかとか、あの先生は出てこないのかとか、そういったあると思います。もっとあっちの方がすごいじゃないかと、そういった率直な感想なんかもぜひツイッターですとか、アンケートもありますし、あとはメールとかいろんなところでぜひ上げてもらえればと思います。今回ちょっと味を占めたので、また次回もやりたいなと思っていますので、次回やるときにはこの人の話ぜひ聞きたいとか、今回の9名は僕が聞きたいという9名を選んだところありますので、他のこの人が聞きたいとか、そういうことがあればぜひご意見ください。本当にちょっとあまりまとまってないんですけれども、今日は本当にどうもありがとうございました。またこれをきっかけに、いろいろロボット研究員とかロボット開発について興味を持っていただいて、取り組む人が増えてきたらいいなと思いますし、それは学生だったら会社に入ってとか、それじゃなかったらロボワンに参戦しようとか、DRC 出ませんかとかで、ロボット作るのが難しかったらバーチャルロボティクスチャレンジとか、コンピューターシミュレーションなんかもあります。で、3D プリンターとかマイコンとかも昔に比べてどんどん使いやすくなっていて、必ずしも専門家じゃなくても作れる、先ほどありましたけれども、作れるような環境ができ始めています。で、必要なのは、最後田中さんがおっしゃったようなアイデアとか発想とかで、それをちゃんと形にするっていうところが一番大事かと思います。
でそれがなかなかできてないから殴り込んでやろうとか、厳しい意見なんかもロボット学会で活動している僕らには必要なところかと思いますので、いい話ばかりではなくてもっとこういうところをやれとか、そういった厳しい意見もぜひこういうのをきっかけに挙げていただいて、日本世界全体がこうロボットをもっとちゃんと使いたいんだったらちゃんと使えるようにしましょうというようなムーブメントになっていけばなと思います。というのがすごく大きく壮大な僕の願いです。これをきっかけに、興味を持って、本当他の人といろいろそういうのを語り合うような機会にしてもらえればなと思います。すいません、あまりまとまってないですけども、今日はたくさん聞いていただいてどうもありがとうございました。松田君が一番熱かったんじゃないですか。